ちゃんお元気ですか？私はとても元気です。いつもありがとうございます。夏休みに友達と旅行に行きました。いつも元気でいてください。バスケを始めました。よかったら見てください。4月に会うの楽しみです。令和5年9月18日、奥田旅行。おじいちゃん、おばあちゃんへ。カブトムシを探すの助けてありがとう。一緒に寝た時は楽しかったです。クリスマスに日本に行くかもしれないから楽しみです。移動丸たらし。じいじいじお元気ですか？私は元気です。いつもおいしいお野菜を作ってくれてありがとう。最近夏休みが終わって4年生になりました。学校は楽しいです。また10月に日本に行きます。行ったら一緒に遊びましょう。また会える日を楽しみにしています。令和5年9月18日上坂ゆり。バーバへ。バーバお元気ですか？私は元気です。いつも美味しいご飯を作ってくれてありがとう。ママのご飯を食べたら幸せな気分になります。また私が日本にいたら作ってください。また会える日を楽しみにしています。令和5年9月18日上坂ゆり。おじいちゃんおばあちゃん元気ですか？私は元気です。福岡はだんだん涼しくなってきましたか？あとお手紙を送ってくれてありがとう。料理も作ってくれてありがとう。とっても美味しいです。またおじいちゃんおばあちゃんがタイに来るのを楽しみにしてます。令和5年9月18日ティン。おじいちゃんへ敬老の日おめでとうございます。おじいちゃんおばあちゃんスプラトゥーン3パックとスプラトゥーン3専用のコントローラーをください。あとマリオパーティーをください。これまでおいしいのりくをくれてありがとう。おばあちゃん僕がいつも待っててください。おばあちゃんこれからも元気でいてください。僕は元気だから大丈夫だよ。令和5年9月18日後藤優と。おじいちゃんおばあちゃんへお菓子を買ってくれてありがとう。健康の日おめでとうございます。体につく気をつけてください。理由は年6月1日ですが。おじいちゃんおばあちゃんお元気ですか？私はとてもお元気です。私はタイで船に乗って魚釣りに行きました。いっぱい魚を釣りましたよ。おじいちゃんおばあちゃんもタイに来たら一緒に魚釣りに行きましょうね。熱中症に気をつけて元気でいてください。令和5年9月18日小川一。おじいちゃん元気ですか？僕は元気です。おじいちゃんのみかんはとても美味しいです。あと1ヶ月でハロウィンなので僕はとても楽しみです。花火を買ってくれてありがとうございました。また会えると嬉しいです。体に気をつけてください。高崎修理。おばあちゃまおじいちゃま元気ですか？僕は元気です。いつも美味しい料理を
作ってくれてありがとう。おばあちゃまの手作りチャーハンが好きです。もうすぐでハロウィンですね。僕はビニール袋でおばあちゃんのコスチュームを着たいです。会える日を楽しみにしています。令和5年9月18日、吉田凛太郎。